結婚式は愛の中で、ハッピーニューイヤー、新年明けましておめでとうございます。野中愛です。皆様、こたつに入ってぬくぬくと暖かい新年を迎えられましたか？まだね、お正月のね、お正月気分の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、この番組は私、野中愛がウェディングプランナーとなってエルブライトハウスからお届けする A&G ブライダルステーション、結婚式は愛の中でです。今年もドラゴーンと行ってみたいと思います。なんか苦笑が苦笑いがすごい続いてるんですが、楽しくね、今年もね、お届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速、ご紹介しましょう。先週に続いてお迎えするゲストはこの方です。はい、まなみずきです。新年明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。おめでとうございます。よろしくお願いします。すごい、後ろもやっぱりふわふわで、はい、意外とこう広がりがあって綺麗ですね。確かに横から見ても、ね、全然違う、綺麗ですね。ちょっと後ろ見えないんですけど、ね、後で、ね、またお写真でね、ちょっと確認されてみてください、はい、ということで、新年一発目の放送のゲストということで、はい、はい、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。それでは始めましょう。サンセルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で、本日も野中がご案内いたします。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルモの提供でお送りします。浜松町駅たった1分で貸し切りでアットホームな結婚式場があるの。絶対みんなにも喜んでもらえると思うんだ。エルブライトハウス行ってみよう。結婚式は愛の中で。改めまして野中愛です。そしてゲストの真野瑞希です。よろしくお願いします。真野瑞希、これ去年のですね、アンケートがまだ残っておりましたので、この理想のプロポーズについてできれば具体的にお聞かせください。具体的に、はい、なんか照れちゃいますね。ね、もう妄想なので、はい、もうどうとでも。確かに、うん、そうですね。私の理想はなんかこう二人きりで、うん、こう部屋の中でちっちゃいパーティーみたいなのが理想ですね。サプライズ好きなんですけど、うん、なんかあんまり大掛かりなのをされちゃうと申し訳なくなっちゃうんで、うん、なんかちょっとバレてるぐらい、ちょっとバレてるぐらいか、来るんだろう、あ、してほしい、うん、で、うん、来るんだろうなって分かってて、まあ当日そうプロポーズされて、うん、まあ、知ってたけどいいよっていうのがいいですね。おー、そっかそっか、はい、じゃあ今日来るんだろうなぐらいの、うん、なんかちょっと部屋が片付いているとか、うん、そう、いいですね。そういう匂わせぐらい、匂わせというか、はい、バレ具合で、はい、2人とも一日中そわそわしちゃってみたいなのが憧れですね。そっか、プロポーズの言葉は？ねえ、プロポーズの言葉、うん、へえ。なんかこうちょっとこう、うん、おしゃれな言い方がいいとか、もう直球で結婚しようみたいなのがいいとか。ああ、うん、でもちょっと難しいことわからない人間なんで、もう直球に結婚しようって言われて、うんうんうん、いいよって。お願いしますって言いたいですね。パカとかはなんか花束とか、なんか、あー、うーん、まあ、あったらちょっと憧れですけど、うん、言葉で十分ですかね、うんうん、そっかそっか、まあ、これがね、まのみんのね、理想のプロポーズということでした、うんうん、なんか照れちゃう。はい、未来の旦那様参考にされてください。はい、そして、あ、そうだね、まのみん、年末年始は毎年どのように過ごしてることが多いですか？どうでした？うん、今年は実家に帰りますね。帰りましたね。あ、出身は大分なんだけど、はい、
帰ったのは違うんだよね。そうなんですよ、うん、実家は、うん、愛知県にあって、うん、育ったのが大分県みたいな感じなので、うん、親戚は大分にいるんですけど、うん、年末年始に帰るとかなると、うん、愛知県になりますね。おー、そっか、はい、なんか帰ったら絶対お母さんのこの料理は食べるとかなんかあったりします？でも母親特製の野菜だらけ味噌汁は、うん、なんか実家帰ったなって感じはしますね。そっか、お母さん野菜なんだね。そうなんですよ、すごい食べさせようとしてきて、うん、実家にいる時は野菜嫌いだったんですけど、うん、一人暮らしとかするとありがたみを感じますね、うん、そうだよね、はい、お母さん気にしてくれてたんだろうね、栄養面をね。でも今年はひつまぶしを、うん、お美味しいよね。美味しいんです、うん、やっぱ一人で食べるより誰かとね、家族とかと食べた方が美味しいし、うんうん、いいね、飲み家族でちょっとお出かけして、うん、ひつまぶし食べて、うん、みたいな、はい、うん、あ、初詣とかは？初詣は、うん、行ったりする？行きますね、うん、結構。でも1日は混むから、うん、2日とか3日とかちょっとずらして行きます、うん、行くことが多い、はい、そっか。え、おみくじは引くタイプ？なんか私占いとか好きなんですけど、うん、悪いこと書いてあったらしょんぼりするじゃないですか、うん、なんでいいことしか信じませんそうだよね、怖いから。そうだよね、だってさあんまり覚えてないよね、去年何引いたかなとかって覚えてる？私お財布に入れてるんですよね、 おみくじ引いたら。あ、そうなの。なんでちょっとレシートとか入れるときにあ、うん、ってなります。あ、今年は吉だったかとか、なんか気をつけるべきことみたいな、結局気にしてるんですけど、うん、そうなんですよそうか、はい、今年大吉だといいね。いや本当ですよね、なんかどの立ち位置で話したらいいのか年越しだってなのか一応もういかの放送、オンエアは放送はそうなんだけど、そうだもんね、収録日はちょっと前だからね。そう、なんか希望と、うん、なんか現実を織り交ぜながらも話してましたごめん前もってねちょっと収録しているので。そうなんです、実はなのでね、ちょっと不思議な点がちょっとあるかもしれないんですけど、はい、年明けには実家帰りますね。そうなんだね、はい、そしてお誕生日もね、すごいね、1月11で1並びで、これもめでたいね。ありがとうございます。そうなんですよ、うん、もうだからあと4、5、5日、うん、5だね、お誕生日だ。え、毎年どんな感じでお祝いするんですか？あー、でもなんか、うん、自分の誕生日なんで特に何もしてないんですけど。あ、本当？なんか友達とケーキ食べるとか。あー、でもなんか自分の好きなのを買ってきて食べるとかはするかもしれないですね、うん、あ、そうなんだ、うんうんうん、好きなもの、エビを買ってきて、エビが好きなんでエビ買って食べたり、あとちっちゃいケーキ一人で食べきれるぐらいとか、うん、あ、そこそこ、あ、あとね、現場とかね、お仕事先とかでもね、うん、お祝いしてもらえたりもするしね。そうですね、うん、そっか、美味しいエビが食べられるといいね。そうですね、うん、ちょっと選ばなきゃ選ばなきゃそうだね、もうちょっとだからね、うん、はい、はい、ではでは、リスナーの皆さんからいただいたメールをちょっと紹介していきたいと思うんですけれども、はい、これはラジオネーム普通の田中さんからいただきました。田中さん、ありがとうございます。僕が参加したことのある結婚式は、うん、乾杯の挨拶や友人代表挨拶などある程度エリア分けをされた中で、その中からくじ引きをして決めていたのが印象的でした。うん、友人代表挨拶は友人テーブル席からランダムに、乾杯の挨拶は新郎の会社の人が集まる席からランダムにという感じでした。僕は運が良かったのか悪かったのか、友人代表挨拶に選ばれてしまい、しどろもどろな感じでやり過ごしたと思います。その時の記憶は緊張しすぎて覚えていませんが、僕が参加したことのある式の中で一番変わった結婚式でした。すごいね、ランダムスタイルですね、うん、確かに。なんかアドリブとか苦手だったらね、困るね。私アドリブとか苦手だから。苦手？そうなんですよ。そっか、なんか、うん、考えすぎちゃって、考え美味しいタイミングを逃す。あー、お家に帰ってからあれを答えてればよかったみたいな反省会しちゃうタイプなんです、ね、あるあるだよね、うん、そっかそっか。すごいですね、それで
選ばれてできるっていうのすごいですね。え、ちなみに、はい、なんかマノミンが参加した結婚式でこう印象的だったこととかはあったりしますか？私その最近結婚式というものに行ってなくて、うん、最後に行ったのが親戚の結婚式、すっごいちっちゃい時だったんで、うん、もう全然記憶ないんですけど、うん、その中で一個だけ記憶があるのが、うん、サメのおもちゃ、うん、がご飯についてきて、うん、お風呂に浮かべたら尻尾がプル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 ってする、うん、子供が喜ぶおもちゃをもらってめちゃめちゃ嬉しかったっていう記憶しかないんで。おそうなんですよ。なんでその私がやる式とかにもちっちゃい子向けのおもちゃがあったら喜んでくれるかなって思った感じですかね、うん、ね、うん、でも確かに子供用に何か置いといてくれたり、うん、なんか騒がないようになんかね、iPad 見しとくのもなんか気引けるじゃん、親としてはさ。そういう時なんか塗り絵とか、うん、色鉛筆とか置いててもらえると確かにありがとうございますってなったりするもんね。そうなんだね、うん、まあ、確かに。でもちっちゃい子つまんないかもしれないですもんね、お話ばっかり、ね、ちょっと長いもんね、あとね、うん、3時間とかね、あったりするからね、うん、いいね。確かに。そっか、じゃあその親戚の方はサメのおもちゃでマノミンがつまらなくならないようにってこう、ね、うん、心遣いが嬉しいよね。嬉しいです ね、 ね。メールは以上です。この後は番組コーナーにお付き合いいただきます。はい、思い出という絆は続いていく。株式会社サンセルモ。2024年も私と一緒に駆け抜けていこうね。結婚式は愛の中で。先ほどのジングルはラジオネーム M ヤンさんからいただきました。ゲストの方に言っていただくスペシャルジングルでした。続いてはこちらのコーナーをお届けします。聞かせて理想の旦那様ランキング。はい、ということでゲストのマノミンに答えてもらった理想の旦那様についてお話していきたいと思います。はい、まずは作品の中の理想の旦那様ランキングです。はい、では参りましょう。第3位は、うん、ルル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 じゃじゃん。ありがとう、すいません急に。クレヨンしんちゃんの野原ひろし。あー、パパね。はい、うん、やっぱ旦那さん、国民的旦那さんといえば、うん、野原ひろしさんかなって思って、うん、で映画とかでもね、決めるところは決める、いいよね、かっこよさもありますし、うん、家族愛にあふれていますし、うん、なんかどこかで見たお話なんですけど、うん、ミサエが作ったマフラーが売れ残ってて、うん、そのミサエが見てない時にヒロシが買うみたいな、でそれをミサエに言わないみたいな、優しい、そう、そういうお話があって、うん、なんて素敵な人なんだと思って3位にしました。わあ、確かに普段は靴下臭いとか言われてるけど、うん、はい、かっこいい時はかっこいいもんね。そうですね、うん、うんうんうん、いや納得です。はい、続いて第2位はてる。あ、短かった。ありがとう。すみっこ暮らしの雑草。はい。はい、これ私ちょっと知らなかったのですが、あ、そうなんですね、雑草というキャラがいるんですね。そうなんです。すみっこ暮らしという作品の中の雑草っていう子で、見た目は本当にお弁当の中に入っている、うん、何でしたっけ？バランみたいな。そう、うん、みたいな緑のね。はい、うん、感じなんですけど、その子の紹介文が、うん、いつか憧れのお花屋さんで花束にしてもらうという夢を見てる草なんですよね。もうすごい可愛くないですか？可愛い、もうすぐにしてあげたい。いや本当ですよね。なんかその夢に向かってまっすぐ で、うん、でずっとなんかそのキャラクターのイラスト笑ってるんですよ。うん、本当だ、でもずっとポジティブ、前向きな感じがすごい素敵だなと思って、うん、私がすごく心配性なので、うん、やっぱポジティブな人が近くにいるとこっちまでポジティブになるかなっていうので2位にしました。うん、はい、では続いて、うん、
第1位は、ドゥルルルルルルパン、ダダン。なんかずっとずっとグッタっちゃったけど、はいはい、第1位参りましょう。はい、アンパンマンのジャムおじさんです。おジャムおじさん選ばれた理由は、やっぱりこう料理上手ですしね、パン焼いてない、そうね、そう料理上手だろうね、きっと今まですごい数のアンパンを焼いてきたりだとか、うんうん、心が広くて優しいだとか、うん、そうですね、いろんな、なんか調べたんですけど、うん、ジャムおじさんは趣味がいろいろあるらしくて、うん、え、パン作りじゃないの？あ、あれは本職？本職なんじゃないですか。ちょっと私の知識の甘さが出ちゃいました。何があるの？でもなんかバイクとか乗ったもん、うん、えー、すごい意外じゃないですか。意外だね。ですよね。なんか私が好奇心旺盛なんですけど、うん、新しいことに踏み出すのがちょっと苦手なんですよ、うん、なんでこういろいろ知ってるジャムおじさんならいろいろ教えてくれそうだなと思って、うん、ジャムおじさんにしました。本当だね。でも、うん、はい、このランキングすっごい難しかったです。あー、そっかそっか。そうなんです、うん、どの辺が？なんか私作品とかで好きになる子が女の子が多くて、うん、その、うんうん、なんですかね、旦那様になってほしい人を考えるタイミングが今までなかったんですよ、うん、まあそうだね。そうなんです、うん、なんで好きな女の子キャラとかだったらすぐにいろんな子が出るんですけど、うん、ちょっと難しかったですね、うん、ちなみに好きな女の子の推しキャラは？とある科学のレールガンの白井黒子ちゃんという子がとっても好きで、うん、お、彼女のどんなところが？一途なんです。一途でちょっとやりすぎちゃうんですけど、うん、なんかそれがとっても可愛い。一途ゆえのね、ああ、の失敗とかドジっ子みたいなのが可愛いんだ。そうなんです、うん、でも相手が嫌がることはしないんですよ、やっぱりこう愛があるので、うん、でそこで絡まっちゃってちょっと報われないとより好きなんです。そうなんです。そうなんです。なん、あとワンピースのボア・ハンコックちゃんとかも、うん、ちょっと行き過ぎて絡まっちゃったりとか、報われない女の子可愛いですよね、うんうん、そっかー、もうすごい喋っちゃった。そうなんです。そうなんだね、うん、まあ、でも一途な人は男女問わず好きな人です ね、 一生懸命な人は好きです。そうなんだ。お、じゃあこれ続いては未来の旦那様に求めることランキングなんですが、はい、これ入ってるんじゃないですか、一途なところ。入ってるんでしょうか、ですかね。プランナーの中予想してみたいと思いますって書いてありますが、きっとこれは間違いない、はい、一途なところ。お、どうかな、どうかな。じゃあ実際はママに聞いてみたいと思います、はい、第3位は、第3位は、うん、私のことを好きになってくれる人、うん、です。一途とは、うん、近いけど、うん、確かに一途に近いですよね。うん、好きになってくれる人、そうです。やっぱこうね、好きじゃないと、うん、とか、す、うん、すいてもらわないと始まんないもん、ね、そう、私も好きですし、すいてもらう、うんうん、そう、私のこと、でも本当にこのままなんですよね。好きになってくれたらもうそれだけで嬉しいですし、うん、そうか、うん、そう、なんか結構いろいろしてあげたいタイプなんですよね、うん、でなんかこう仲良くなってくるとどんどんわがままになってくるというか、うん、なんでそれでも好きでいてくれる人とかですね。変化を楽しんでくれる人が好き、そんな、どんなわがまま言ってみたい、まのみんは。でもこんなこと叶えてくれたらいいなって、どんなのがある？あー、うーん、そうだな、うん、例えば、うん、デートの約束をしていたけれども、うん、今日はちょっとすごく眠たいから、うん、また今度にしようって言ったら、いいよって言ってくれる人。じゃあ次にして、今日は映画とか見る？とかいう人がいいですね。でもでも映画デートじゃない？それ。確かに。でも外に出るデート、確かにそうですね、うんうん、出る時って結構気合いいるじゃないですか、用意して、それでもいいよって言ってくれる人がいいですね。うん、そっか、お家だったら部屋着でね、うんうんうん、ゴロゴロできるもんね、はい、寝たい時に眠れて、わー、いいな、何か買ってきてくれるとなお嬉しいな。確かに仲間のみんな好きなものとかね、うんうん、確かにそうですね、うん、いいよね、はい、じゃあ続いて第2位は、はい、よくわからないこと言っても受け止めてくれる人。
です。よくわからないこと、はい、どんなよくわからないこととかありますかね。なんか私最近気づいたんですけど、うん、この人好きだなと思うと距離がすごく近くなるんですよ。これ男女問わずなんですけど、うんうん、でその近くなるとなんか日常であったちょっと面白いこととかを急に LINE で送るんですよ、うん、なんだろう、例えばそうだな、夜中、うん、すごい嬉しいことがちょっとあって、うん、コードリーよくするんですけど、うん、その動画を撮って急に送りつけたりとかするんですよ。多分それはちょっと甘えてるんですよね、その相手のことを信用して、うん、はい、なんでそういうの送っても未読無視とかじゃなくて、うん、よかったねって送ってくれる、ね、人がいいですね。受け止めてくれると、うん、なんか一言でいいんです、見たよっていう報告だけで。あ、でもスタンプってちょっと悲しくない？スタンプ悲しいです。なんか言葉が欲しいよね。はい、うん、そうなんですよね。ね、わかります、わかります。楽しそうだね。何かいいことあったとか質問とか逆に来たら嬉しいね。あー、そうですね。あそこまではいらない、返すかは。いや、なんか今この面白かった私を一旦見てほしいみたいな感じなんで、受け入れる、よかったねって、よかったねって言ってくれたら、うん、まだ聞かれたら返せますけどね、うん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 、じゃあやっぱ大きな人がいいね、心がね。そうですね、うん、確かに確かに。そしてじゃあ第1位は、はい、言葉で思いを伝え合える人です。お、さっきも言ってたけど、言葉がやっぱり大事ですか。はい、なんか、うん、そのサプライズとかを察するのは得意なんですけど、うん、ちょっと感情がこの人動いたなとか分かるんですけど、うん、やっぱ言葉じゃないと分かんないじゃないですか、うんうん、やっぱ親しい、ね、未来の旦那様なので、うん、やっぱこう言葉でね、分かってても言葉で伝え合える関係がいいなって思います。いいね、照れちゃう、なんかこれ。そうです。ね、え、まのみんはやっぱりこう可愛いって言ってもらいたい？あ、言ってもらいたいですね。嬉しいです、かっこいいって返したいですね。おー、なんかラリーをしたいです、褒め合いラリー。おー、優しいよとか。うん、でもなんかずっとやると疲れちゃうから、たまにたまにたまにこうふと思った時に言う、うん、あ、好きなこと、私の好きなところ10個言ってみてみたいな。そういう、それはちょっと思う、間違った。急に、まあ、でも記念日とかにするのもいいかもですね。そういう記念日とかにお互いの、うん、その1年を通してみたいな。1年を通してどうでしたか、はい、そう、好きなとこ増えましたかみたいな話、うん、それも楽しそうですね。ねえ、なんかちょっとふとした自分のフェチをくすぐられた時に、うん、なんかちゃんと言葉にできる人とかが嬉しいですね。その可愛いとかだったりとか、うんうんうん、いやー、照れちゃうこと多いもんね、なかなか ね、うん、私も結構言葉で言うタイプなので、うん、言ってくれたら嬉しいですね。ねえ、うん、そっかそっか。はい、ということで未来の旦那様に求めることランキングでした。ご回答ありがとうございました。ありがとうございます。そして残念ながらまなみんとはそろそろお別れの時間となってしまいました。はい、まずはお知らせをお願いします。はい、お知らせは X で告知するのでぜひチェックしてください。はい、皆さんぜひチェックされてください。そしてここで番組からプレゼントのお知らせです。あいなかフォロー&リポストキャンペーンを実施します。ご応募いただいた方の中から抽選で1名様に今回のゲスト真野瑞希さんのサイン色紙をプレゼント。応募方法ですが、あいなか公式 X をフォローしていただき、フォロー&リポストキャンペーンのポストをリポストしてください。詳しくはこの放送の後番組公式 X にてお知らせします。応募の締め切りは1月12日金曜日23時59分です。皆さんこの機会をお見逃しなく。はい、ということで2週続けてご出演いただきましたが、いかがでしたか。はい、いやー、もうとっても楽しかったです。うん、よかった。なんかその憧れだった人生でね、一回着れるかどうかもわからないウェディングドレスを着れて、うん、でなんかそのふんわりとした結婚をしたいなみたいな、いつかできたらいいなっていうのはあったんですけど、うん、ここまでこう何をしたいかとか詳しく考える機会がなかったので、うん、こうなんか自分の深いところを見つめ直す機会をいただけて、でもなんか
自分を知れたし楽しかったなって思います。うわあ、そう思っていただけて、うん、ありがとうございました。本当にアンケートもたくさん書いてくれて、はい、はい、こちらも助かりました。はい、楽しかったです。考えるの、ありがとうございました、はい、じゃあお誕生日は美味しいエビをいっぱい食べてくださいね。はい、食べます。はい、ということでゲストの真野瑞希さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。浜松町駅徒歩1分、気心の知れた仲間と過ごす特別な時間、大切なゲストにサプライズで二人らしさを、エルブライトハウス。サンセルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で。セルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で。本日もお開きの時間が近づいてきました。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは aynaka@jokr.net、 愛中をローマ字にしてください。番組公式 X とインスタグラムもぜひチェックしてください。アカウントはどちらもウェディングアンダーバー愛中です。そしてこの番組は放送終了後に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにてアーカイブを配信しております。過去の放送も見られますのでチェックしてみてください。それではここでエルブライトハウスからのお知らせです。エルブライトハウスでは1月13日土曜日にブライダルフェアを開催予定です。2日前までに事前にご予約をいただいた方には試食付き見学会を無料でご案内しております。ご予約の際に愛中見たよと言っていただくとちょっとしたサービスもあるということで、ぜひご参加ください。エルブライトハウスのホームページまたはお電話でご予約ください。電話番号は0357333390です。ということで第249回目の放送でしたが、隣でねマノミンがずっとで映ってないのにってやってくれてるのかも、かわいおかしくてずっとなんかエンディングも笑顔でやれることができたよ、ありがとう。隣でみんなにここワイプでお見せしたいぐらいのでずっとね、そんなもうマナミンの可愛らしい2週間のトーク、アーカイブにもね残っておりますのでぜひご覧になってください。そして次回のゲストはですね、田島沙蘭さんです。理想と妄想の結婚バラエティを楽しみに。それではまた次回エルブライトハウスでお待ちしております。お相手は野中愛でした。来週も愛の中で、バイバーイ。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルムの提供でお送りしました。